森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、もう10月のね、15日、明日が15日ですね。大阪講演会の日となりました。そうですね。はい、多くの皆様にね、またお会いできること楽しみにしています。はい、大阪は元気な方が多いので、そうですよね。とっても楽しみなんですけれどもね。はい。はい、とっても便利な場所ですしね、梅田のね。はい、はい、梅田の会場ですので、はい、またお会いしたいと思います。そうですね、今日は14日、はい、今日は最近鉄道の日だ。鉄道の日、はい、はい、はい、鉄道の日なんだ。鉄道の日っていうことは全ての鉄道の日ですかね。なんかこの日145年前に初めて SL が走った日だそうですね。SL が、はい、まあそうなんですか。まあじゃあ昔あったのはやっぱり JR から始まってますので、国鉄というか、はい、あ、そうですね、それの 前世というか、はい、はい、っていうことですかね。新橋横浜間が53分かかったそうですね。今の倍以上かかる。もしそこ新幹線で行ったらすごい早いですよね。本当あっという間ですよね。もし新橋横浜は新幹線ないですけど、あ、そうですか、はい、でもゆっくり走る、私は本当新幹線に乗ることが多いんですけれども、はい、本当に年間どれぐらいって聞かれたけど、ちょっとわからないぐらい乗ってる。本当先生たくさん乗られますよ ね、 ね、結構ちょこちょこ、もう本当に京都なんて近いっていう感じで、もちろん日帰りでね、行ったりできますしね、新幹線だと岐阜から35分ぐらいですので、はい、で京都ぐらいは岐阜から電車でもね行けますしね、はい、そうですね、在来線で、うん、はい、でも新幹線で行くのと、あとやっぱり在来線や電車に乗った時とではスピードが違いますので、はい、心がゆったりするのは在来線ですね。あ、景色も見ながら。そうなんですよね、はい、京都から在来線にまた乗ったりする時があるんですけれども、すごく穏やかな気持ちになって景色見ながらとか、はい、行ったりもできますの で、 そうです、ね、昔はそんな新橋横浜間がね、結構時間かかったっていうのはきっと電車の速度も緩やかだったんではないかなと思うので、はい、その方が情緒がありますよね。ガタンゴトン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 って、なんか私、はい、世界の車窓からっていう番組知りません？知ってます？ありますね。夜ですね。ほんのちょっとやるだけなんですけど、あれ好きでね、はい、なんかヨーロッパの田舎をねガタゴト行く電車の、ね、はい、風景だったり、はい、すごくなんかこうホッとできる、ゆっくりのんびり、なんかイタリアのどっかの街でとかなんていう時は、はい、電車の中でみんなでワインを飲みながらとか、ワイン飲んでチーズかじりながら乗っていくとか、はい、もうなんかすごく心にゆとりがあるなというか、時間のゆとりが心のゆとりを生むとも言われてますけれどもね、はい、なんか日本の社会って忙しすぎますよね。そうですね、バタバタっとすることが多いですね。なんか人のこと言えないんですけど、先生もねお忙しいですからね。自分もねダメだなと思うんですけれども、でもなんかこう年齢重ねるたび、最近はもう少し自分の時間を作ろうかなとか、はい、何かこう自分の時間というか、はい、ホッとできる時間というか、そういう時間も必要なんだなっていうのをすごくね、はい、思いますね。今先生が例えば一日の中でホッとされるお時間とかっていうのはありますか？ホッとする時間ですか、ほっとする時間はね、夕食後もバタバタしますね。やっぱりなんか早く多分片付けないととか思っちゃうし、片付けてその一応ダイニングテーブルの上でお仕事したりするので、はい、片付けて早くダイニングテーブルきれいにして、そこでさあ仕事しましょうみたいになるんですけど、寝る時ですかね。寝る、お布団入るとですね、入った時はこう心が自由って、自由になって今日は誰のところ飛んでいこうかなとか、なんかいろんなこと考えながら、はい、今日東北方面に行こうかなとか、なんかそんなこと思いながら、はい、すごく肉体が解放される時間でもあるので、はい、やっぱり睡眠中が一番ホッとしてるんじゃないでしょうかね今は。そうですね、でもあと私お花が好きなので、すごく花をベランダなんですけど、お花結構あるんですよね、はいはい、あ、よくねブログにも載せてくださいますもんね。あるんですけど、やっぱりお水まきとか結構大変ですけど、お花にお水をこうあげながらお花と喋ってる時もなんかホッとできますね。そうなんですね、
あとは自分の好きなお料理を作ってる時もホッとできてる気がしますね。ね、気分転換にっておっしゃってますね。そうなんです、自分の作ったあれが食べたいなと思うとなんかすごい勢いでわーっとか作るんですけど、はい、その時も多分自分自身はリフレッシュできてるんじゃないかなって思いますね。ゆみちゃんは何かありますか、ホッとできる時って。なんでしょうね、ご主人に肩揉んでもらってご主人足つぼやってもらって基本してもらってる感じになってますね。でもなんか人と喋ってるのが私一番リフレッシュしますかね。そうですよね、一人でなんかぼーっとするよりは お話ししてるのが好きなので、ね、人それぞれね、なんかこうホッとできる時間っていうのは ね必要かなと思いますけれどもね、はい、今日は鉄道の日なので、ぜひ鉄道に乗る、バスではなく今日は鉄道に乗られてみるとか、はい、本当はあの車で行けちゃうけど、たまには電車で行ってみようかなとか、はい、そうすると新しい発見があったりね、はい、うん、あの電車の中でも結構あの知らない方とね、なんかでこうちょろっと喋ったりね、することもありますよね、はい、なんかこう落としたものを拾ってもらえたりとか、はい、あ、すいませんとか、なんかそういうお隣に座るのもご縁があるのかななんて前も講演会来られた方がね、おっしゃってましたけど、はい、やっぱり電車で隣に座るっていうのもこれもご縁の一つですの で、だからといってそんなに話しかけていかなくてもいいんですけれどもね、はい、あのやっぱりご縁ある人が集められていて、その電車には集められ、その車両にも集められていますから、はい、のんびりなんかね電車の旅とかね、はい、してみたい気もしますけど ね、あの金沢とか行くとき普通の電車なんですよ。そうするとなんかちょっとこうのんびりした気持ちになったりね、はい、するんですけど、白鷺でしたかね。そうですね、白鷺で、はい、でも前回も行きました時もあの講演会に出てくださる方も乗ってて、あのすごい同じ電車でね、結構皆さんにのんかあちこちで会わせていただくといいますか、そうなんですね、うん、前もあの玉三郎さんの劇見に行ったってすごい名古屋の広い NHK の会場でしたなんて話したんですけど、はい、その時もそんな広い会場なのに終わって出てくる時に、はい、大森先生って後ろから声が聞こえまして、はい、後ろじゃないか、あの時は違いますね、あのパッと会っちゃったんです、会っちゃったというかお会いしちゃって、はい、で、あ、大森先生だって言って、そのお母様がなんか特にお母様と娘さんだったんですけど、はい、感動してくださって、あ、そうなんですね、なんか握手させていただいたりしてて、とか、なんか奉仕活動の時とかも、はい、あの3人ぐらいの方にお会いしたりとか、そうですか、偶然なんですけどね、お手洗いとかでね、あの親子で入っておられて、はい、でその娘さんの方が、はい、あのお母さんはまだトイレの中入っておられて、はい、お母さん大森先生だよ大森先生だよってお母さん慌ててトイレから出てきてうわ大森先生だ握手いいですかって、そのままトイレから出てきて握手直行で握手させていただいて、で娘さんもうわ本物だよねとかって言って、でなんかね、まあ、あのそんなことだったりとかね、いろいろなところで不思議ですね、でもそれも、お会いさせていただけるのでご縁がね、やっぱりある方っていうのはこう引き合うというか、はい、そういうのがありますので、はい、呼んでしまうっていうのがねありますのでね、はい、あの私も結構いろんな方にお会いできて楽しいです。突然のハプニングも ね、あんまりだからボッサボサの格好で歩いてられないので大森先生ジャージで歩いてたよとか言われちゃうと見切りショップのとこあさってたよとかね常にそういう意識もしながらどこで見られているかっていう、ね、本当ですね、はい、はい、はい、それでは先生今日はいつものコーナーですね、はい、はい、いつものコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け、はい、ではゆみちゃんに読んでいただきます。はい、今日は空かなたさんからのご質問ですね。現在中学1年の長男の蓄症のことで少し悩んでいます。病院ではっきりと蓄症と診断されたわけではありませんが、小学校の頃から少し顔を歪めたり鼻を鳴らしたりしていました。はじめはやめてと注意していましたが、いろいろ調べて蓄症かもしれないと分かってからは注意したら逆効果だということだったので、できるだけ触れないようにしていたらいつの間にか症状が出なくなっていました。でも中学になり塾などのストレスからか今度は音声チックのような症状が強く出るようになりました。5月頃だったと思うのですが、本人曰く塾が嫌だと言っていたので塾もやめて、私もいろいろ口うるさく言わないようにしました。漢方を飲ませて様子を見ていますがとても心配です。
学校で担任の先生には話をしてあるのですが、授業中にクラスの子たちの迷惑になっているのではないかと。家族の中でもみんなそっと見守るようにしていますが、このままで良いのか悩んでいます。できるだけ長男の話に耳を傾け寄り添っているつもりですが難しいです、というご相談ですね。はい、はい、空かなたさんのね、あの息子さんですよね、ということなんですけれども、畜生というのはちょっと目をこうパチパチしたりこうね、いろいろなんですけど、それそんなに人に迷惑がかかるんですかね。あの音声というのはなんか音が出ちゃうんですかね。あのいろいろあると思うんですけれども、まず空かなたさん自身が息子のそういうところが嫌だと思う感情をまずなくしてください。お母さんが息子さんがそういうことをしていることが嫌だとか恥ずかしいとかそういうことを思っている間はそれは続きます。で、あの意味があって怒っていますので、もちろん息子さんのストレスとかそういうものもあると思うんですけれども、それによって空かなたさんが試されているということもありますので、空かなたさんがまずあのこれはこの子の癖だとか、そういうふうにその子のその表情もその出る音も全てを空かなたさんがまず母が受け止めてあげないと、このことは良くなっていきません。漢方を飲んでも良くなってはいきませんし、そういうものを飲むこと自体、これを飲むのは自分はそういう症状があるから飲むんだと余計彼に意識をさせてしまうことになりますので、あの漢方とかあんまりおすすめはできないので、あの飲んで変わらないようでしたら、本当は飲むこと自体が美味しくないですし苦痛ですので、あのやめてあげた方がいいと思いますし、むしろあのそんなことは気にしなくていいよっていうふうにお母さんがもう少し大きく構えて、あのなんだかその症状がねちょっと嫌だわとか恥ずかしいわということはもちろん口には出しておられないと思うんですけれども、お母さんが心で思っただけで彼にはすぐ伝わりますので、あまりあのそういうふうに思われることをやめてみられて、彼にあの、ま、嫌だと言うからすぐにやめさせるっていうことがいいのかどうかっていうと、それはやっぱりあの目標意識を持たせれば嫌だと言わなくなる場合もありますので、なぜ塾に行くと良いのかとか、塾に行ったらこんないいことがあるとか、塾に行くことが将来こんな風にいいんだよとか、そういうことをきちっともっとあの言葉できちっと説明したり話し合ったり、もっともっとそういうふうに深めていかれたらとってもいい息子さんですのでね、あのいろんなことに可能性を見出して、これからもっともっといろんなチャレンジをしていかれることと思いますので、まだまだ育児続いてますので、育児を空かなたさん自身がもっと楽しんでくださいね。頑張りましょう。はい、はい、先生今日もお答えいただきまして、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いろいろねやっぱり育児をされておられますと悩みも多いので、ゆみちゃんもこれから ね、 ねいろいろあるかもしれませんけど、まあ、楽しい悩みですのでね、はい、皆さん頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、でいよいよ明日は大阪講演会、はい、そうですね、そして来、はい、次の日曜日は福岡のスペシャルセミナーということでテレサテンさんが ね、 ね、はい、降りてこられるんですが、ええ、テレサテンさんはご存知してますよね。あ、はい、あ、よかった、見てあのリアルタイムで見ております、はい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 、台湾の方で ね、 そうですね、あの歌がね、あの結構ヒット曲ありますよ ね、 そうですね。どんな歌を知ってますか。償いとか。あ、償いは有名ですよね。時の流れに身を任せて、もう有名なところばっかりですけど、そうですよね、はい、本当にあの、うん、なんかいつもテレサテンさんは、まあ見て、あの実際のテレサテンさんを見ていた時にどこか寂しげな雰囲気が漂う方だなと思って、はい、思いながら見てた。何かが分かんないんですけど、何かこうお悩みをお抱えだったのかなって今思うとですね。あ、そうなんですね。まあ、そんなこともね、もし聞けたら聞かせていただきたいと思いますし、はい、そうですね、なんかテレサテンさんについてあります？どうなんでしょうかね。そう、亡くなられた時もなんかぼんやりしてましたよね。そうですよね。喘息をお持ちだったとか で、 そうですね、喘息の多分シュシュっていうのをね、あのやって、それは
薬が過剰だったとか、なんだかモヤモヤとなってしまったので ね、そうなんですよね、本当は何だったのかってお伺いして、失礼でなければね、はい、お伺いしてみたいなとも思いますしね、人気があられた方なんで会場からも質問をたくさんいただけるかなと思います。そうですよ ね、ぜひぜひ皆さんテレサテンさんに会いにいらしてください。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.